菅首相、党首討論で小池百合子を批判、東京オリンピックで。菅首相が党首討論においてこのような発言をいたしました。トリパラについてはもう時間がほとんどありませんがですね、開催する都市というのは東京都なんですよ。開催都市っていうんですかね。どうもその東京都があまり出ない。総理がですよ、広い矢面に立ってオリパラをどうするということで、例えば専門家会議との間のあれでいろいろと、まあ、攻撃って言ったらあれですが攻撃されてますよね。しかし本当はもっとね、東京都知事の小池さんが出ないと私はいかんと思うんですよ。候補支援なんですよ、総理。それが表に出てきているんで、私はもっとですよ、そこの連携がうまくいってるのかと思うんですが、いかがですか。菅総理大臣、私が申し上げたいことを言っていただいて大変嬉しく思います。私はそういう答弁をしても、責任は全部総理大臣だろうと。国会議論というのはほとんどそうなっています。総理大臣が判断。しかし、ご承知の通り、今片山代表からですね、お話しいただいたのが筋道としてはそうだというふうに思います。ただ私も逃げる気持ちはありませんし、そうした中で国会ではそういう議論になっている。いることを私自身は、まあ、大変残念だなというふうに思っています。このようになっておりまして、まずこの東京オリンピックは IOC が主催者であり東京都が場所を貸しておりますので、まあ、この2社が開催するかどうかを判断する、まあ、権限を持っており、まあ、政府は、まあ、そういった中止や延期の権限がないため、まあ、開催するのであれば対策を講じるという立場を取っております。またこのオリンピックにおいて、まあ、日本の感染状況が指摘されますけども、まず海外と比べたら日本の感染状況は10倍から100倍良く、ワクチン接種が進んでいる国と比べても数倍良いという事実があり、そのような国々において現在さまざまなスポーツ大会が行われておりますし、また EU も日本を安全国と認定し、アメリカも危険レベルを下げたという事実もございます。現在国民の皆様のご協力によって感染状況がかなり改善しており、まあ、さらに高齢者の皆様などに対するワクチン接種が進んでいくことによって感染状況が改善していくものと思われますが、まあ、こういった東京オリンピックについては、まあ、国会において議論するのであれば国会に、まあ、せめて小池都知事を呼んだ方がいいんじゃないかと思いますので、ぜひとも立憲民主党などのおかしな野党の皆様には、東京オリンピックについて国会で批判をするのであれば、その矛先を政府ではなくて、東京都や IOC にも向けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。